さあまた川島が左から今度は右をフォローしました。右服が目を捉えました。ノリもタフですね。あ、かなりいい感じで入ったんですが、いいカウンターだったんですけど、ほとんど効かない表情一つ変えません。イースンク当たった、リアッパー、まあ、練習中米倉会長は右左のショートアッパーこれでいけるんじゃないかという話もしておりましたが、非常にスパーリングの最中はいいアッパーを見せていました川島。まあ、上的な出来ですよね、見てますとですね、さあボディです。ナイスボディ。はい、ここまでは川島のいいところが出ています。一方のイ、なかなか自分のボクシングができないという感じ。あ、これも川島しっかりと見えています。完全に避けました。おっと、左ストレート顔面を捉えています。今右を伸ばす。こう見てますとですね、まあ、いい選手ですけど、その1ラウンド目からその川島のパンチ見えてないような感じしますよね。もろに食いしんでますから。見えてないというのはどういうことですか。速いということですか。速くてですね、パンチが見えてないような感じしますよね。もう逆にプレッシャーかけられてますからね、川島に。これではちょっと勝ち目ないですね。さあ、なんとかリズムを変えなくてはいけません。イ、右を持っていきました。まあ、イは試合前はサウスポーとやった時は先にベースをつかまなくちゃいけないと話しておりましたが、ここまではどうもうまくいきません。第2ラウンドが終了しました。素晴らしい立ち上がりを見せております川島。第2ラウンドの攻防、まあ、出花にですね、左がよく当たってますよね。もう出すパンチみんな当たってますね。そんな感じですね。もうパンチも顔面を捉えました。第2ラウンドも放送席三又さん大橋さんともに10対9と川島が取っております。完全にまず序盤のペースは川島が掴みました。試合は第3ラウンドです。さあ、井が出てきました。おっと、井もちょっと戦い方を変えてきましたか。バッティングの注意です。井の方にバッティングの注意が与えられました。右を伸ばしますが、それほど力がありません。一寸くまた右、この大きな右も川島しっかり見えています。ちょっと川島の動きが早いんでね、リー選手強いパンチは打てないですよね。どうしてもこう狙いすましたようなね、ですからその川島としてはその足をね、止まらない限りはですね、まあ、やはりその自分のボクシングはできると思いますよね。足を止まった時、これは気をつけなきゃいけないでしょうね。大熊さん、チャンピオンサイドの米倉会長ですがね、第1ラウンド第2ラウンドの動きはもう非常にいいということですね。やっぱりあの相手の動きは完璧に見えているということですね。ただあの気をつけなければいけないとすれば、打った後、リのパンチだということですね。川島が打った後のリの最初のパンチ、これに気をつけろということを言ってます。まあ、イの一発は全てをひっくり返すだけの、破壊力ありますからね。そのあたりは怖いですよね。まあ、そうですね。ただですね、よほどその接近戦になってからのですね、いや、その再フックですね、このパンチを来ない限りはダメだと思いますよ。そうですか、さあ、一旦は川島がロープに詰めましたが、また井が前の方に出てきました。ちょっとローブローになりました。川島が謝りました。大熊さん、青コーナーですけどもね、ちょっと序盤体が動きが硬いかなということですね。体が起き上がっちゃってるということを言ってますね。起き上がってる、で川島がワンツーを打ってくるところ、右のボディを狙っていこう、こういう指示ですね。そうですね、やっぱりなんかこう井の方は硬いというか、動きが自分のリズムじゃないという感じですよね。まあ、そうですね。ただ、公開スパリングの時もそのこのような感じで、いや、その前に出てですね、パートナーその結構パンチもらってたですから。今日の赤コーナーは田原宏アナウンサー、そして青コーナーは国吉信弘アナウンサーです。どうしても頭当たっちゃいますね。そんな感じですね。いや、その右と左違いますか。どうしてもその当たりますよね。多少当たるってことはこれはやめないと思いますけども。川島が体をひらりとかわしてパンチを叩き込みました。この辺り見せてくれ。おっと、右のストレートをちょっと食ってしまいました。おっと、左を思い切り打ってきましたが、川島はかわしています。素晴らしいディフェンス。まあ、今までの、川島でしたらそのディフェンス、割ってますけどもね、今日はすかさずのディフェンスした後も、いや、その攻撃つなげてますから、これがいいんじゃないですかね。あ、なるほどね。ディフェンスした後うまく攻撃にそれをつなげているという、さあ、今度は井が前に出てきます。
残り時間が第3ラウンドなくなってきました。まあ、前回の米野戦はね、いいパンチが当たってもちょっといけなかったんですけど、ね、今日はもううまくね避けてからもすぐ行ってます。まあ、そのあたりこう詰めた時にいける勇気を持ちたいという話も川島しておりましたが、今日はその通りできています。第3ラウンド放送席、これまた10対9と川島が取っています。先ほど第3ラウンドの川島の攻撃、相手が打ってきたところをうまくかわして叩き込んでいます。周りからかわしてですね、打ってますよね。これが今までなかったわけですからね。そのあたりこう川島の成長と見てよろしいですかね。よろしいですね。本当に今日は素晴らしい、ここまでは試合展開を見せています川島宏。第4ラウンドに入りました。井の方は川島のスピードに戸惑っているという話。しかしそろそろ慣れてくるか。左から右、はい、いいコンビネーション勝負ですよね。あのパンチが入るとリノ全身止まりますからね。そうですね、これでいいです。おっと右のフックを持ってきました。まあ、今あのようなフックはですね、要するにその不遠投ですね。そしてまあ川島が足が止まればその左フック、左アッパー右フ打ち下ろすようなね、フック打ちたいと思うんですけども、なかなかそのアッパーをさせてくれないですよね。今ちょっと井の方はアッパーを見せました。しかし川島はパンチを入れています。さあ左から右のフック、キレのあるパンチが入ります。川島、あっとこれは右打ち合いになりましたが、川島の方が打ち勝ってる感じ。そしてボディ、よくパンチですね。はい、よくパンチ出ますね、大橋さんね。これね、顔面からもボディに必ず返しますから ね、上から下、そして下から上とね、多彩な攻めが出ています。川島宏、まあ、意に対してはボディ攻撃が有効じゃないかということで、今回かなり練習をしてきました川島。第1ラウンドからいいパンチを見せて、まあ、相手、おっと川島の右です。相手に一発があるんで、とにかくまず序盤にプレッシャーをかけて、プレッシャーをかけてスタミナを奪っておかないと怖いという話もしておりました川島。その通りの展開。やっぱりボクサーにとって相手にパンチあるというのは一番怖いことですからね。そうですよね、まあ、怖いし魅力だしね。そうですね、逆に言えばね。さあ川島、左ストレート、今度はボディです。はい、顔面、そして次はボディとパンチを返していきます。今右を伸ばしました。このあたりは顔を背けてしっかりとパンチの威力を殺しています川島。ただあのブエノとかと比べまして、はい、あのリー選手ちょっとリズムが違いますからね。中南米系の、ね、リズムとはやっぱ、川島初めて迎えるこの世界選級の韓国選手ですから、まあ、その辺のリズムがちょっと難しい感じてるんじゃないですかね今。まあ、ですから川島としてはですね、はい、まあ、イースン君みたいな選手というのは相性が合ってるのかもわかんないですね、非常にですね見てますと。ただこう試合前に思ってるのと実際にやってみるのとまた全然違うという話も聞きますしね。まあ、そうですね、ゴムになって向かい合うとですね、やはり違いますからね、まあ、ここまで見てる限りは、噛み合ってますよね。そうですね、さあ第4ラウンドも10秒切りました。川島の左が顔面を捉えています。簡単ですね、はい、そしてボディ、本当に上下上下とうまく打ち分けている川島。第4ラウンドが終了しました。このラウンドも放送席、沼田さん、大橋さんともに10対9とまたまた川島でした。さあこれから試合は第5ラウンドに入ります。大橋さん、ここまでも川島ペースを掴んでいると言ってよろしいですか。まあ、ペースとしてはもうワンサイドですね今ね。さあ井の方としてはなんとかしなくてはいけないところ、この辺りから反撃が見られますか。とにかくこの試合に引退をかけ、引退をかけているとまで話しましたイースン君。まあ、試合前からですね、まあ、イースン君もその KO を、ね、かなりその、意識してたんですけども、まあ、おそらくその川島がですね、自分 の、 その想像していた非常にそのスピード、動きが速いということで、かなりその迷いがあると思うんですよね。はい、川島の左ストレート、相手が入ってこようというところ、うまくパンチが入りました。しかしボディを打ってくるイースン君、まあ、いいわ、来日してからずっと自分が 100% 勝ちます、 KO で勝ちます、そしてできれば5ラウンドまでに倒しますという話もしておりましたが、その5ラウンドにやりました。おっと、この辺りは危ない、気をつけなくてはいけません。はい、川島うまく逃げたんですけどね、左アッパーがその右ストレートですね、
人は KO したいと話しておりました。5ラウンドに入っておりますイースンク、川島の左です。そして右をフォローしている川島、あの右ですね、はい、打ち下ろすような、あのパンチは注意しなきゃいけないですよね、はい、ちょっと一発食って川島慎重になりましたね。そんな感じですね。これよほどパンチあるんじゃないですかね。あーなるほど、身をもって分かったんですね。きっとこうじわりじわりと井の方が前に出てきているという感じになりました。このラウンドいいパンチを一発もらってしまいました川島。非常にパンチ力があるというイッスンク、そのあたりでちょっと慎重になっているんじゃないかと。 はい、このラウンドですけどね、このイッスンクですけども、はい、非常に手数が多くなってきますよね。そんな感じしますね。川島がそのどちらかというとその動きがですね、まあ、ちょっと止まったような感じしたんですよね。そうですね、先ほどまではこう飛び跳ねる感じでね、動きながらそのうまくね、はい、タイミングを取ってその手を出したんですけども、はい、ちょっと足の方が止まってますか。そうですね、やはりさっきのパンチでちょっと慎重になってるんでしょうね。いや、よほどパンチあるっていうことなんですね。まあ、先ほどのラウンドも大橋さん話してらっしゃいましたが、本当にこの一発のパンチがあるというのは怖いことであり魅力でありということなんでしょうね。まあ、相手にとっては怖いことですからね。さあ川島の左側顔面を捉えています。また左、今日の川島の左ですよね、はい、そして右をボディから顔面です。はい、特にその左ですね、キレがあってですね、伸びもありますから非常にいい左ですよね。もうイースンが手を出そうという前に川島のパンチが入っています。おっと左、ちょっとトリッキーな感じで左を持っていきました。イースンク危ないですね、ちょっとリズムが違うところなんですね。あなるほど、セオリー通りに来ないというか、そうですね、ワンテンポ遅れてくるんですよね。あのミニアッパーも怖いですよね。はい、ここで第5ラウンドが終了しました。このラウンドは放送席初めて10対10のイーブンになりました。第5ラウンドに入ってイのいいパンチが入りました。この右、まあ、ちょっと浅かったんですけどね、ただこれをもらってから川島の動きが少し変わったという感じですよね。慎重になりましたね。あの左のガードがちょっと前に出てきましたね。はい、もうミニストレートを警戒するあのガードになりましたね。まあ、本人は川島本人はその右ストレートかわす自信はあると話しておりましたが、やはり一発もらってちょっと慎重になってきています。試合は第6ラウンドに入っています。あの辺は、ね、リズムが違うところなんですよね、はい、どうしてもそういうパンチは川島ももらってしまいます。まあ、今の前回の鬼塚戦と比べて動きはどうですか大橋さん。やはり鬼塚戦の時の方がスピードあったような気がするんですけど、やはりそれはやっぱ川島は今日は相手なんでね、ちょっとスピードなく見えるかもしれませんね。まあ、相手によってねボクシングは変わりますからね、はい、こう単純に比較はできないかと思うんですが、ただ本人は去年4月の鬼塚戦は不十分な調整で臨んだと、まあ、判定で敗れてしまいましたが、あの状態でかなりやれたことが逆に自信になっていると。そしてその後の再起2戦は早い回での KO 勝ちを収めてこの世界タイトルに臨んでいます。イースンク今の打った後のパンチが怖いですね。打った後はやはりそのガードをしっかりひねないとですね、はい、まあ、パンチはどこからその飛んでくるかわからないようなね、タイミングがワンテンポ遅れてきますから、はい、まあ、これがイのボクシングなんでしょうけどね。でしょうね、まあ、あの鬼塚の時はですね、まあ、これ以上そのかなりね、はい、あの会社またはタイプが違いますけど、もしかしたらしつこくね、攻めたんですけどもね、まあ、今日は攻められないということなんでしょうか ね、 川島の左ストレートが伸びています。川島の右のジャブが良くなりましたね、はい、そして川島もちょっとトリッキーな感じで左を伸ばしました。おっとっとっと、これは相手に、あ、頭ですか。あ、かなり痛そうです。かなり痛そうな表情を見せています川島。まあ、お互いにね、はい、今のあのバッティングチャーその攻撃しようとしたところね、はい、瞬間的にその当たったんですからね、やっぱりどうしてもですね、はい、左と右の選手がやるとどうしてもバッティングはしょうがないですね。 ある程度はね、さあ右川島の、そして左ストレート、さあ一気に行くか川島、いいパンチが入りました。また右、今度は左、さあ効いているか。効いてますね、効いてますよ。さあ右です、左です、いい
初めてファンの前で KO 勝ちを見せることができるのか川島。残り時間がありません。第6ラウンドいいパンチが入りました。そこから一気に畳みかける攻撃を見せました川島。しかし第6ラウンド終了のガングン、まだ見合っている、まだ見合っている。第6ラウンド放送席は10対9ともちろん川島です。第6ラウンド川島の素晴らしい攻撃が見られました。もしかしたら KO があるんじゃないかと、なんかと思ったんですけど、今のパンチはその左のフックなんですけどもね、角度的にもそのいい角度で当たってますよね。そしてその後の攻めも素晴らしかったですね。素晴らしかった。それにしてもですね、まあ挑戦者タフですね。タフですね、まあ、今までそのダウンしたことがないという話ですからね。ですけどもね、しかしその選手からダウンを奪ったとなればですよ、まあ、川島すごいことですよね。そうですよね、さっきの連打からボディ返せば必ず KO できると思いますね、必ずできますか、はい、さあ大橋さんからは力強いコメントが聞かれましたが、二の方の先ほどのダメージというのはどうでしょうね。まあ、確かにあれだけ連打を食いますとですね、ダメージは残ってますよ。残ってますか、残ってます。これダメージ勝つためにリンは前に出てごまかしてますよね。あ、そんな感じですか、さあそうしますと川島としてはある意味でチャンスということですよね。まあ、チャンスですね、ですからそのなるべくその距離ですね、はい、距離をですね、そのいい選手のその距離にですね持っていかないようにして、ある程度その中間距離からその連打ですね、うまくその顔面に与えればその倒せるような感じしますよ、はい、大熊さん、はい、米倉会長もね、まず右のジャブでチャンスを掴んで、はい、そのチャンスを掴んだらまとめて打て、こういう指示を出してます、はい、さあパンチをかわしてトリッキーな動きから左右とパンチを入れました川島。この辺りの動きは川島の本領見せたという感じの動きです。さあそして相手のパンチをしっかりかわしています。 B のパンチはほとんど当たりません。素晴らしいディフェンス技術。 E の方もちょっと手が出ませんか。してないですね、はい、ですからその E 選手としてはですね、もしかその顔を振ってですね、もしくはその揺さぶってですね、いわゆるその距離を詰めていって、いわゆるもちろんその攻撃しなかったら、なんとかその工夫していかなかったらですね、はい、苦しいですよね、見てますと。そうですね。さあ川島はボディです。さあ今左を伸ばしますが、その後のパンチがなかなか出てきません。リポートにもありましたが、右から右からチャンスを作ってというセコンドの話。川島あーっと右吹く、しかし井の右も軽く川島を捉えておりました。まだバッティングです。でもこう今の見てますとね、こう2人が攻めようという感じでゴツンと当たったという感じでしたね。瞬間的にですね、どうしても打とうとするときですね、まあ、よくあるんですよね、おっと伊賀前に出てきた。右ストレートでガンガンと追ってきました。井の一発は全てをひっくり返すだけの破壊力があります。その当たりは気をつけなくてはいけない川島。もうちょっと強いパンチは出てないですね、さっきから。そうですね、まあ、あれだけ打たれてますね、まあ、あの前半よりそのスピードもなくなってきたんですよね、いい選手。そんなそうですね、感じですよね、ボディです川島。さあ川島は右から左ちょっと勝った感じになっていますが、第7ラウンドが終了しました。このラウンド放送席、沼津さんは10対9、大橋さんは10対10のイーブンをつけています。WBC 世界ジュニアバンタム級のタイトルマッチ、チャンピオンの川島宏、非常にいいペースでここまで来ております。まあ、ほとんどまともに食ったパンチというのはありませんね。ないですね。そして一方の、まあ、井の方ですが、そうですね、はい、まあ、あの今までと違ってですね、今までのボクシングというのはですね、川島を見ますとその守りのボクシングなわけですよ、はい、今日はこう見てますとですね、まあ、1ラウンド目から積極的にその攻めのボクシングですね、これがその逆にいいんじゃないかなと思いますよね、これだけ大差が出てるんじゃないかなと思いますね、はい、大久保さん、はい、青コーナーですが、チャレンジャーまだ KO負けがないんですよね。そうですね。そのあたりとにかく自信を持つということをセコンド陣は言ってますね。あ、なるほど。それとですね、出てきたらとにかく打ち合いと、ちょっとセコンド陣に焦りの表情が伺えますね。そうですか。まあ、そういうことが出るということはかなり弱気になってますね。あ、本人は、はい、ただ意図してはこう攻めなくては、このあたりから攻めていかなくては
挽回できないという感じになってきています。まあそうですね、川島としてはですね、その一発パンチだけやはりその要注意ですね、それほどそのもういい選手その手数も出ないし、大足もないですから、まあ、あとはじっくり見てですね、どうその攻めていくかということでしょうね。はい、さあ今じわじわっとこう川島を追っていこうとしますが、ボディです。またバッティングです。どっちが悪いってことは言えないからね、これはもうしょうがないですよ。まあ、レフリーもその注意ね、はいはい、両者に注意する以外ないと思いますよ。そうですよね、はい、まあ、故意にやってるわけではないわけですからね。さあ第7ラウンド、先ほどの第7ラウンド、そしてこの第8ラウンド、井の攻撃がそれほど見られません。大橋さん、この第7、第8の川島の攻撃はいかがですか。そうですね、ちょっともうちょい低下出してもいいんですけどね、だこの一発カウンターだったらもう一気に攻めて、はい、いいと思います僕は、はい、第6ラウンドはダウンを奪うかというぐらいの攻撃を見せました川島ですが、第7、第8とちょっとおとなしくなったという印象です。まあ、中休みというのは感じますよね、はい、見てますと。リドリーしっかりと川島のパンチは入っています。まあ、あれだけやはりその攻撃できるということはですね、まあ、相手のパンチ相手の動きよく見えてるってことでしょうね。おっと、井の左です。しかしもらった後に3発ぐらい打ち返していました川島。まあ、それとですね、そのいい選手がその返しのパンチがまりっきりないですから楽なわけですよ。一発だけですね、一発だけで割ってますからね、川島としてもその避ける、避けた後すぐ打てるっていうね、はい、余裕のそのボクシングできると思うんですよね、はい、川島の左から右です。今軽く右左とパンチを伸ばしてきます。これは届きません。いい駿空。第8ラウンド終了しました。放送席お二人ともこの第8ラウンドも10対9と川島が取っています。さあ試合はいよいよこれから終盤に入りますが、先ほどの第8ラウンドの川島の攻撃、川島の右フックもね、前回の試合なんか見てますと、その肩がですね、左と打つところなんですよね、今の見てますとその構えたところからそのグッと打ってますからね、非常にそのいい角度で打ってますよね。まあ、あとその試合の流れで、いやそのチャンスがね、いがその効いてればチャンスを掴んで一気に畳むか、はい、それともこのようなその流れでいくかということですよね、どちらかということでしょう、はい、それはもう川島の判断一つでしょうね、はい。まあ、もちろんファンとしてはね、ぜひ KO で防衛をしてほしいというのはありますが、まあ、このペースできたらちょっと倒さないと、倒してもらいたいですね、はい。ただ相手がですね、そのタフということでね、それほどで川島ももう倒そうというする意識はないんじゃないですかね、気持ちとしてはですね。まずはこうチャンスをね、作ってそこから作ってね、行く意味はないと思いますね、畳みかけてほしい川島。あと残すラウンドは4つになっています。第9ラウンド、さあ川島の動きがまた軽いステップ、軽いフットワーク、いいですね、あの右のジャブですね、ジャブです、相手その懐に入れないそのボックスですね、はい。吉井もその打っても左フックでも右フックでも大分なパンチになりますから、まあ川島としてはよくそのパンチは見えると思いますよね。逆にあのリー選手はあのジャブを全部もらってますからね、あれを外すことですね。ジャブを外して中に入っていきたいというところ、川島のいい左が入りました。さあ連打か、そしてボディ井の右はしっかりと決めます。今度は右です。川島のリー選手タフですね。でも倒れてくれないといった感じです。また右が入りました川島。川島のその右服、特にその左、今日今まで見せたことないんですけど、その左のそのショートストレートですね、はい、ダブル打ってますからね、ことごとくその的中してますよね。さあまた川島のパンチが入っています。ちょっと上打って倒れそうもないんでね、ここはちょっとボディに攻撃を切り替えてもらいたいですね。しかし本当に、まあ、川島としてね、はい、まあ上で問われなきゃ、もしくはその5でね、特にその左アッパーを決めたいと思うんですけども、おアッパーから左、はい、いい選手もそのパッチがあるから、がっつりその棒で打つことはそれだけの勇気がいるということですからね。そうですよね、はい、
そのあたりどう考えているのか川島ですから、そのフェイントをかけてボディに攻めたいですね、はい、フェイントをかけて、はい、逆にボディから顔面に持っていきました。いい。さあ川島は接近戦で左から右、そして左をフォローしています。川島の左、まあ、いいとしてもその初回からですか、はい、いやその一発パンチ倒そうとするね、あれがそのずる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 その自分のペースにいかないで、はい、川島のペースに、はい、川島の連打が、はい、入っています。さあいった、このラウンド残り時間がありませんか、走ってますね、はい、いいパンチ入りました。川島残り時間がありません。第9ラウンド、うん、今よく見ている。ここで第9ラウンドが終了しました。第9ラウンドの終盤、川島のいい攻撃が見られました。放送席は10対9とチャンピオンの川島が取っています。先ほどの9ラウンドの終盤に川島のいいラッシュが見られました。まあ、思うようなね、自分のボクシングができてるんじゃないですかね、うん、顎のあたりしっかり取られてますけど ね、全部カウンターでね当たってるんですよね、普通なら倒れてるんですけどね、そんな感じのパンチ、キレのいいパンチが入っております。それにしてもチャレンジャーの岩非常にタフです。残すラウンド3つになりました。さあ意図してももう後がなくなってきます。一発を狙ってくるんでしょうか。まあ、そうですね、意図者ですね、キャストの一発パンチですね、まあ、あの先ほど言いましたですけども、その1ラウンド目からその一発パンチね、はい、かなりその狙って、それがその空を切っているということで、かなり、そうですね、かなりその自分のペースにその最後までね、持ってこられなかった結果がね、あ、まあ今のところ出てるんじゃないかなっていう気もしますよね。今日はちょっとこのバッティングに両選手悩まされます。まあ、点が多いんですけども、はい、両者その目ね、切らないだけいいですよね、はい、そうですね、目を切って試合続行不可能になるとですね、まあ、せっかくのこのいい試合ね、はい、台無しになっちゃいますから、はい、川島は右を入れます。さあ川島の方のこう疲れといいますか、スタミナは大丈夫ですかね、大丈夫、もう全然疲れてないですね、全然大丈夫ですか。ただ前回上野戦で終盤ちょっと気抜いたところに攻め込まれましたよね、まあ、それがありますので、ちょっとこの辺はちょっと気を引き締めてもらいたいですね、はい、でも、まあ、かなりその余裕を持っているということはね、表情を見ると分かりますよね。そうですね、はい、この辺りがチャンピオンになった自信なんでしょうか。右です、軽く当たります。川島のジャブ、そして右から右が前に出てきました。さあ、そして今度は左から行きました。川島、川島左ストレート、左、左、はい、川島のあのパンチをもらいました。左の顎のあたりパンチをもらいました。川島ダウンです。左のアッパーですか、フックですか、左フックです。左フックから右ストレートですね、はい、パンチはそのそれほど強くないんですけどね、はい、残り時間、いや、ボクシングこれがありますからね、はい、やっぱり終盤油断したところにちょっともらいましたね。川島が打っていったところに井のパンチが入りました。非常に強烈なパンチ。さあ第10ラウンド、まだ残り時間が45秒あります。どうでしょうか。もうクリンチでいいです、クリンチ、はい、ダウンを奪われました。川島ひろし、川島が攻めているのかなと思ったら右のパンチが入っていました。左のパンチが顎のあたりを捉えて川島ダウンを奪われました。さあ、なんとか耐えたい川島。ここまでは非常にいいペースで試合を進めていました。しかし一発のパンチでガラッと流れが変わりました。さあ、打ち合いになっている。川島も手を出している。打ち合うと、はい、打ち合うとちょっと危ないですね。あともうこれが少ないんで、はい、第10ラウンド、なんとか耐えたい川島、なんとか耐えたい川島。ここで第10ラウンドが終了しました。なんとなんと川島ひろし一発のパンチでダウンを喫してしまいました。さあ、この井のカウンターの左ですね、そうですね、そしてこの後の連打もありました。恐るべきパンチですね。左の一発、本当に井の一発は全てをひっくり返すだけの破壊力がありました。さあ、川島のダメージが心配です。どうでしょうか。ちょっと足が、はい、来てますか、残すラウンドは2つです、まあ、なんとか回復力は早いですからね、はい、
あとはやはりそのガードしっかりして、はい、まあ、とにかくその油断をしないようにですね、するってことですね、はい、動いて動いて打ち合いになったらもうクリンチで、うん、はい、短いですから、はい、無理な打ち合いは避けるってことでしょうね、はい、もう最低はね、一方的ですから、はい、ここまで第9ラウンドまでは一方的に川島が多分ポイントを取っていると思います。しかし第10ラウンドダウンを喫してしまいました。残すラウンドは2つ、なんとかチャンピオンの川島耐えていきたいところ。川島の右も入っています。右フックですね、はい、大熊さん、はい、やっぱりね、川島ちょっとダメージはあるんじゃないかという会長の話ですね、でこれからの攻撃の組み立て、右を中心にしていくという指示を出しています、はい、さあダメージは少しあるんじゃないかということですが、さあ、あと2ラウンド耐えられますか、反撃ができますか川島。まあ、いい選手もね、こう見てますとですね、その手数が出ないですからね、一発で、ね、ですからその救われてるわけですね、川島としても、さあ伊藤としては何とかダウンを奪ったその後のラウンド一気に攻めていきたいところだと思うんですが、なかなかうまくいきません。もう半分が過ぎました。11ラウンドリーにもね疲れが見えてますからね、さあ川島は右を軽く出ています。しかし井のパンチが画面を取られました。川島の右です。川島の右フック、さあまだ右フック、さあ左から右を持っていきました。打ち合えばやはりそのスピードの差でね、川島の方が打ち勝ってるんですけども、その後ですね、井の反撃がやはりその怖いですよね、はい、さあ11ラウンド1分を切りました。10ラウンドにダウンを喫してしまった川島。大橋さん、まあ、今振り返るんですが、川島こう第10ラウンド動きが違いましたかね、それ前のラウンドと。やっぱりちょっと気を抜いたところに、そうですか、余裕な笑顔をね、見せてたってことはその気を抜いたんじゃないかなということですよね。まあ、それだけそのね、はい、いい選手のそのパンチはよく見えてたんですからね、さあ井が攻めてくるところ、この辺りは川島のディフェンス力、スピードでかわします。さあ11ラウンドも20秒を切りました。さあ井の左が伸びてきます。さあ川島左から右、また右です。相手が入ってこようというところ、カウンターで右を当てます。この辺りは川島のうまさ。11ラウンド乗り切りました川島。このラウンド放送席、大橋さんは10対10、沼津さんは10対9と青コーナーのチャレンジャーが取っています。さあ先ほどの11ラウンド、川島10ラウンドにダウンを喫したんですが、かなりこうダメージ回復してきたという感じを受けましたね。まあこのラウンド勝負かけていますので、はい、まあ、本当の最後の最後の勝負ですね、はい、ポイントリードしておりますが、ジャッジはどう判断するのか。川島左から右の攻撃。大熊さん、はい、青コーナーもですね、判定では負けだからとにかく前に出て打つしかないと言ってますね。そうでしょうね。もう第9ラウンドまでは一方的と言っていいと思います。井の方が攻め込まれました。しかし10ラウンドに井がダウンを奪って形勢が全く逆転しました。大熊さん、はい、米倉会長はね、はい、最後打ち負けるのはこの一言だけですね、はい。川島受けてたという感じでパンチを出してきます。まあもう回復してると思いますよね。ダメージが大丈夫ですね。大丈夫ですね、はい、相手が打ってくるとかそのしっかりガードしてですね、打ち返してますから。さあなんとかこの12ラウンド乗り切ってほしいチャンピオンの川島ひろし。まあ今の右ね、右を使いながら、はい、いわゆるその距離をね、はい、いいのその距離を与えないってことですね、はい、一斉に持っていかないってことでしょう。お互いに右を入れました。さあ川島は打ち合うという感じで左を持っていきます。さあ連打連打、川島左、いいですね、完全にダメです。はい、振り絞って打ち合いを挑んでいきます川島。井の一発は非常に怖いんですが、それでも川島は、もう勇気を出していきますね、はい、打ち合いに
っとちょっと足が今引っかかりました。もつれたんですか、ね、はい、これは大丈夫です。はい、さあ川島の右です。顔面を捉えました。そして今攻めていく打った後ですね、はい、しっかりしないとそのガードが甘いですから、はい、打った後やはりその気をつけないといい選手の左フック、右フック打ってきますから、はい、それ注意しなきゃいけないですね、はい、川島の右です。ああ、これですね、打った後左が来ました。さあ残り時間が1分を切りました。さあ1分の攻防どうなりますか。最終ラウンド WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、チャンピオンの川島3度目の防衛なるか。左から右を伸ばしました。チャンピオン川島今左です。これは顔を背けてパンチの威力を半減させている川島。残り時間が30秒を切ります。10ラウンドに一発でダウンを喫しました川島ですが立ち直りました。不死鳥のように立ち直ってきました川島。非常にいい動きを見せています。最終ラウンド残り時間が15秒、右を軽く入れます。いいですね。最初なんでね、試合が終了しました。川島はロープに登って両手を突き上げました。勝ちを確信しています。いや、最終ラウンドも川島本当に素晴らしい攻撃を見せました。10ラウンドにダウンを奪われたと思えないぐらいの攻撃でした。もう完全に回復してですね、はい、最終ラウンド特にですね見せてくれたですね、はい、川島の持ち味をですね、放送席もちろん10ラウンドはダウンを奪われましたので川島ポイントを取られていますが、その他のラウンドでほとんど川島が取っています。多分川島大丈夫じゃないかと思いますが、ジャッジはどう判断しているのか。勝者赤コーナー川島、やはり川島でした。やりました、やりました。川島防衛成功です。3度目の防衛を成し遂げました。今日のチャンピオン川島は見せてくれました。10ラウンドにダウンを奪われながらその後回復して素晴らしい攻撃を見せました。韓国のハードパンチャー意を退けました。いや本当に見事な勝利と言っていいんじゃないですか。まあ、そうですね、あの1ラウンド目からその強気な、ね、ボクシングが良かったと思いますよね。危なかったですね、うん、本当に10ラウンドはヒヤッとしました、やはり鬼塚選手をダウンさせただけのことはありますよね、はい、そして川島のいいパンチがあれだけ入っても倒れないというのは、まあ、顔色を変えてませんでしたからね。よく頑張ったですね。いい選手もですね、拍手を送ってあげたいですよね、本当に本当頑張りました、はい、いや現在リング上では表彰式が行われています。保坂誠日本ボクシングコミッショナーから、認定証が渡されようというところ、そして光るチャンピオンベルトが川島の腰に返ってきました。いや、お客さんも一時はヒヤッとしたんじゃないかと思いますが、その後の川島の攻撃本当に素晴らしかった、まあ、結構強烈な倒れ方しましたからね、よくあそこから盛り返しましたね。さあそして勝ちました川島博士に勝利者賞が贈られようというところです。日刊スポーツ新聞社そしてテレビ朝日からそれぞれ勝利者賞が贈られます。さて放送席採点表が来ましたが、ほとんど9ラウンドまでは川島が取っているということですね。ジャッジによっては7ラウンド8ラウンドイーブンだったり、イの方に行ってたりということなんですが、採点を聞きましょう。3対0ということでした。それでは喜びの川島選手にインタビューをお願いしたいと思います。チャンピオンベルトを守りました川島選手にインタビューします。いやしかしダウンを奪われてヒヤッとしたんですが、よく最後盛り返しましたね。いやもう今までね、あの長崎の伊藤先生のところでも練習したし、あのジムでも一生懸命練習だったんで、その成果がその何クソっていう試合に出ました、はい、
最後の第10ラウンドはさすがチャンピオンというような素晴らしい攻撃でしたね。もうあの時どんな気持ちで向かっていったんですか。そうですね、もう気持ちだけは負けないように、試合で、はい、前半ずっとリードしていきました、はい、それで第10ラウンドですね、ダウンを奪われてしまったのは多分左フックかなんかじゃなかったと思うんですけど、やっぱパンチありましたね。ありましたか、はい、今までの挑戦者の中では一番パンチのある選手と言われていましたが、やっぱりその辺はありました。いや、やっぱりみんなね、世界級の選手はパンチあるんでね、あまり打たれ強いって言われてないんで、自分はまあそれをディフェンスでいつも補ってるんですけど、あの第9ラウンドセコンドに戻ってきた時に会長からはちょっと左の拳を痛めたんじゃないかという話を聞いたんですけれども、その次の第10ラウンドで心配していたんですが、どうでしたか。そうですね、もう中盤ぐらいがちょっと左で痛くてね、まあでももう気力で、はい、頑張りました。まあこれで3度目の防衛に成功しました、はい、これでこの後は統一戦というような話も出ていますが、チャンピオンの中ではこれからの先のことはどう考えてますか。そうですね、まあね、やっぱりリー選手も強いしね、自分ももっともっと磨いていかないとなかなか手強い選手なんで、はい、これからもっともっと練習して、また伊藤先生の長崎の方にも行って練習して一生懸命走り込んで、また一から出直したいと思います。まあ、しかし一瞬はヒヤッとしましたが、見事に、挑戦者を退けました。3度目の防衛に成功しました川島宏チャンピオンでした。どうもありがとうございました。出ました、はい、川島宏、こうチャンピオンになってこうどんどん成長しているという感じが伺えるんですがね、どうですか。まあ、そうですね、今回のこの試合を見てますとですね、まあ、あの先ほども言いましたですけども、その守りのボクシングから攻めのボクシングにその変わって、またその見せ場を作るボクシングに変わって、まあ、今日はその完璧なそのボクシングですね、まあ、あの10ラウンドですか、ダウン振ったんですけども、打った後ですね、ガードが下がったところを振ったんですけども、まあ、これからその、まあ、自分で悪いところも知ってると思いますから、直していかなきゃいけないでしょうね、それは課題でしょう。大橋さん、はい、今日の川島に一言どうですか。いや、まあ倒れちゃいましたけどね、やはりその後の反撃っていうのは、もういかに川島がロードワークで走り込んでいかにジムワークやってるかっていう、まあ、証明ですよね。まあこれからも今以上にね、練習やってどんどん防衛伸ばしてもらいたいですね。この10ラウンドは本当にヒヤッとしましたが、ここから不調のように立ち直ってきた川島、見応えがありました。もうちょっとね、立てないかと思うぐらいな強烈なダウンでしたからね。川島宏が3度目の防衛に成功しました、チャンピオンとしてどんどん成長を続けているという印象非常に感じました。川島、次の防衛戦が非常に楽しみです、まあ、もしかしたら、ね、統一戦ということになるかもしれませんが、そうなればますます楽しみじゃないかと思います。次の試合も大いに期待をしたいと思います、今日は解説又吉明さんと大橋秀幸さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは横浜文化体育館からお別れをします。さようなら。